エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。今回は埼玉県草加市にありますドッグ草加店さんに来てます。ておい福田さん、なんかね、ここではそうでもないみたいですけどね、なんか他のお店でなんか結構ひどい負け方をして、なぜかクレームが僕のとこに来るっていうね。ちゃんと頑張ってくださいね。ということで僕もね、負けないように頑張りたいんで、早速行ってみたいと思います。入店やってきました、ドッグ草加店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。さあ行きましょう。お、こちら信頼のブラックラグーン2ではありませんかね。えそしてアナザーゴッドハーデスありますね。まあまあまあ、いいゲーム数的なものはねないですね。さあ続きましてスーパービンゴネオね。お、置き時が前は1台だったんですけどね、増大されて3台に。うおー、これは告知マスターじゃついに出会えたついに出会いましたまあね、合成ちょっと弱いんですけど、あーどうもありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。ちょっと合成弱いですね。まあ最悪ねなかったらもう今日はブレイクオーということで、ありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。いい台を見つけちゃったら、えいえい、おー、ゴーラブビッグで来い。あー、どうもおめでとうございます。えいえい、よかったよかった、なんか引けそうな気がしてきた。ありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。おー、ありがとうございます。えいえい、ありがとうございます。えいえい、あー、そうなんですか。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもです。えいえい、どうもありがとうございます。すごい、ももクロのももクロマンか、失礼しました、ももクロマンシールをねいただきました。さあ、じゃあジャグラーコーナーちょっと入っていきましょうかね。130分の1、ね、そして反対側は141分の1。データ的にはねもう23の35、ね、いい数字でございます。さあ、いい台が見つからないことを皆さん祈ってくださいねなかったら打ちますから、取っとけよかったかなお、マジでないかこれ。強い台はお客さんが打ってますね。153分の1っていう台が1台ありますけどね。まあ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 、150じゃね、やっぱ130、40ぐらいじゃないと。わあすごい、麻雀物語3何枚出てるんでしょう、ちょっと分かんないですけどね、結構出てます。別積みですよ、4000枚5000枚ぐらい出てんのかな。打っちゃうか。じゃあ、はい、台押さえときゃよかったな。あ、打たれちゃった。ああ座られちゃいましたね。ここは焦る必要ない、だって強い台開いてないんだもん。強い台が開いてないのにまだね、あと15分以上あるんですよ。ただね、5000テルぐらい入れてたんだよな。5000テル打つったのあと10分ぐらい打つでしょ、そうすると7分ぐらいしか打てないんだよな。その前にやめてくれればいいんですけどね。さあさあさあ、もう一回こっちから回るか、逆回り、逆回りでいきましょう。さあ、強い台は、あ、どうも開いてないかな。143分の1っていう台があるな。あー、どうです、えいえい、143分の1、10の8、悪かないな。うん、告知開かないんでしょうがない。じゃあ今回はこいつで行ってみたいと思います。えいえい、はい、ということで今回平天くんが選んだ台は北根さんのアイムジャグラー EX ですね。残念、またの機会、まあしばらくあると思うんで来月あたり大さりパッチャース。ああ、いいね。
終始度外視でね、設定気にせず打ってもいいんですけど、まあまたの機会で。トラッドもあったんですけどね、トラッドもお客さん座ったんで、もうしょうがない。ジャグラーだけは、おお、チャレンジャーだな、間違いない。ヘイテン君より弱い台でチャレンジしてくるところが完全に心折りに来てますね。心を完全に折りに来てますよ、これ。50枚目、おー、いいね、おー、いいね、おー、いいね、ブドウラッシュ、おー、思ってるお隣さん、おー、ビッグジャグレンですよ、ジャグレン。20ゲームでいいね。あー、だね、 EX なんでね、初代、大きい初代のジャグラーなんで、バーがないと光りません。50枚目、残念、追加同士。もうコクッチーのことは気にするのやめよう。気になるけどこの動画が配信されてる頃には桜は散ってしまうかもしれないけれど、そろそろ来週ぐらいには花見のシーズンですね。あのピーマート TV ね、パンダ会っていうのやってて、まあ視聴者さんと一緒にこう宴を開いてるんですけど、毎月、まあだいたいいつも4月はあの花見、まあね、ちょっとこの動画が配信されてる頃にはその花見は終わっちゃってるんでね、多分来年もやってると思うんで、興味のある方は。いやー、いいなー、いやー、いいよー。まあ、大体こういう時ってね光らずに終わるんだよないやー、すごくいいです、安心して打てます。結構ね、終始良くなってきたんですけど、ここに来てまたね、ちょっと大きく負けたりしてるんで、本当はね、今日あたりちょっと勝ってね、マイナス1000ちょいぐらいにしたいんだけど、ここで負けるとまたマイナス2000枚近くいっちゃうかもね。100枚目、粘んない、追加どーし。なんかね、ちょっと調子が良かっただけに、ちょっと最近欲張ってて、まあ波ありますから絶対。もうパチンコすると二度と打たねえっつうぐらいね、負ける時もあるから言いながら打ってますからねおお、来た、俺より弱い台でビッグ、もう完璧オリに来てるわ大体そうなんだよ。まあよかったよかった、隣が光ってくれるのは嬉しいですね。さあ、あとは俺だ、両隣は光ってる、あとは俺だけ。わあ、おー、よかった、やった、光るとこ見たいなー、いやー、光るとこ見たいなって言おうと思ったらね、本当だよ、光りました、頼みます。負けなんだね、残念いやでも光るとこ見れてよかったです。咲き光のレギュラー。
よかったよかったよかった。はい、頑張ります。違う、お願いします。残念。よかったでも、安心した。おお、ういー。わー、びっくりよかったけど、まあでもでも、このバケはでかい。まあ引き輪なんでね。ああダメだ。まあ一回光っただけでも十分ですけど、ああ流れた。残念。残念。しょうがない。うい。ああズルリンコ。無念無念。光ってくれたんですけどね、しょうがないこればっかりは。はい、それじゃあ早速コインの方を流してみたいと思います。えいえい、93枚はい、ということで今回の結果93枚。無念でも光ってよかった。はい、実践終了、実践終了。ということで今回こちら、ドック総価店さんで実践した機種は北電さんのアイムジャグラー EX を打ちまして、投資枚数が、150枚、獲得枚数が93枚ということでマイナス57枚です。無念。いやー光ってくれたんですけどね、バケなんだねということで、まあ今回は、まあ、負けてしまいましたけれども、ね、よかったよかった。光らないっていうのが一番辛いんでね、本当に光癖をつけないといかなきゃいけないんで、いやーとりあえずね、まあ負けはしたけど、うん、よかったよかった。本当はね、告知マスターね打ちたかったんですけどね、いやー一周したらね、開いてんだろうなと思ったら取られてましたね。当たってましたよ、うん、残念。またの機会に、来月、まあ来月もありますよね、ありますよね、外さないでくださいね、しばらくお願いします、よろしくお願いします。店長さんに言ったんで、ね、来月はねちょっともう設定関係なくいっちゃうかな、バシッと、楽しみにしててくださいということで、皆さんが打ちたくなる台がたくさんあるこちらドック総価店さん宣伝をちょっとだけ、この動画が配信されたちょっと後ぐらいに、あの話題の新台、ミリオンゴッド神々の凱旋、あとはゴーゴージャグラー、こちらの方導入予定となっておりますので、詳しい詳細は P ワールドまたはメール会になって情報をゲットして、こちらドック総価店さんね来ちゃってください。そして、来月ね、まあ、この動画が配信されている月なんですけど、あ、だからちょっと後ぐらいですね、動画配信されたちょっと後ぐらい、4月の14日ね、またこちらで14日は打てるかもしれない、うん、そして4月の30日は、ヘテンちゃんね、福田奈々ちゃんが、来るということでね、本当頑張ってくださいね。なんか知んないけど苦情が俺のところに来るっていうね。本当頑張ってくださいね。ということでね、本当に30分前から来てるのかとかね、本当はもっと長く打ってんじゃないかって、あとはね福田奈々ちゃんに会いたい、どんだけでかいのか見たいという方はぜひこちらドック総価店さんへ遊びに来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。ビーマート TV 本気印の新企画発動。バーサス、詳しくはホームページスケジュールをチェック。ビーマートメンバーに参ったと言わしめる結果を出せるのか。